書簡集第7書簡第7書簡は、プラトンの書簡集中の書簡の一つ。書簡集全体の半分以上を占めるほどの分量の多さ、歴史的、哲学的記述の豊富さ、また自助伝のごときその内容から、対話変異以外における、プラトン個人に関する最も信頼できる文献資料とされ、プラトン研究の文献においては、とても頻繁に参照。 引用される。この書簡自体は、紀元前352年、プラトンが75歳頃、シケリア島シュ主落祭のディオン死亡後のデオン一派からの協力依頼に対する返信であり、ディオンの意思と法律に服する以外に内紛解決の道はないことを彼らに忠告し、鼓舞、激励する体裁になっている。そのことを理解してもらうために、プラトン自身の生い立ちからディオンとの出会い、 一連の主落祭における紛争の経緯を説明している。また、末尾では時間を遡ってプラトンの3回目の主落祭訪問に対する疑問を解消するためにその経緯をかなりの分量を持って説明している。主な内容は以下の通り。ありがとうございます。